こんにちは。こんにちは。お願いします。今日は、はい、ここに来ましたけど。そうですね。もういつもお世話になってます。T2 キックボクシングジムさんですね。はい。こちらで、どんな方か。本日は、ライジンのチャンピオンの、斉藤選手に来ていただいてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやー、チャンピオンコラボ。すごい。ですね。ついに、K1 のベルトとライジンのベルトが、対峙する日が、というか退治って言ったらちょっと言い方悪いですかね、はい、あれ斉藤選手今日ベルトの方は持ってきていただけるんですか。今日は持参しております。うわー、後で見れるんですね、はい、僕も楽しみにしております。はい、ライジンのベルト見るの初めてです、ね、そう、僕も実は初めてで。そうなんですよね。僕も K-1 のビルト初めてです。あ、本当ですか、うん、どうですか、結構重たいですか。重さは結構あります。長さもありますけど、はい、うん、K-1 のベルトも結構重たいんで、まあ、ちょっと後で持ち比べさせていただいて、はい、うん、まあ、今日は、スパーリングの方、まあね、やっぱり皆さんが、何が見たいかって言ったらやっぱスパリングはね、まあ、対峙した、部分だと思うので、まあ、総合ルールではないですけど、軽い、キックボクシングの、はい、スパリングをさせていただくのと、まあ、いろいろね、実は、共通点が多くて、まあ、僕自身もいろいろ質問したいことも多いんで、後ほど対談の方させていただければと思いますので、はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、もう K-1 のチャンピオンの選手とスパーリングできるなんてなかなかないんでものすごくなんか貴重な時間だなと思っております、うん、贅沢ですね、うん、なんか練習とかでこういうキックボクシングというのをなんか取り入れたりとかはされるんですか。はい、そうですね、立ち技のみのスパーリングとかもやるんですけど、まあ、MMA の選手でやるところが多いので、うん、こういった専門の方とやるのってなかなかないですから、結構なんか緊張します。ライジンのチャンピオンですよ。ね、そうですよね。まあ、寝技の選手はやっぱり5号練習しないとダメじゃないですか。キックボクシング5を、寝技5とかってね。うん、まあ、僕らは立ち技だけの部分で、まあ、キックルールっていうことなんでね。まあ、やっぱでも打撃も強い選手なんで、ね、僕も感じさせていただければなと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。怪我なくお願いします。ありがとうございます。お願いします。
全然多分キックもできるレベルだと思う。いやもうなんかまだなんかコラボだけじゃなくて練習もさせてもらいたいですね。ちょっとこの後対談なんで、はい、あの、はい、息を整えた後で対談よろしくお願いします。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最初私から振らせてください。はい、お願いします。じゃあまずヒデから、はいはい、スパーリングをした感想をお願いします。はい、そうですね、まあ、総合選手なんでやっぱ体も大きいですし圧力もあるのは分かってたんですけど、やっぱそれ以上になんか圧力感じましたし、あの細かいフェイントというかあのキックボクシングの細かいテクニックも織り交ぜてこられてたんで結構やりにくかったですね。はい、うん、まあ、一番やっぱり印象についたのは細かいフェイントですね。はい、うん、一方、はい、斉藤選手いかがでしたか。いやプレッシャー感じますね。なんかあの試合対戦相手が多分こういうプレッシャーを感じるんだろうなっていうのを自分で感じることができたので、対戦相手は大変だなっていうふうに思いました。はい、プレッシャーが強いです。はい、印象に残った技とかはありましたか。パンチもすごいコンパクトで間ついてくる、間ついてきたりするんですけど、蹴りっていうか足技ですね。足技がすごいあの多彩というか、いろんなこう動きをしたりあの蹴り分けたりとかしてくるんで、すごいこうパンチあれだけありながら蹴りが使えるんだったら大変だなと思います、相手からしたら。あの細かいフェイントが多かったという山崎の言葉はどうでしたか。はい、そうですね、まあ、正面からやったらさすがにあの分が悪いと思ったんで、ちょっとでもこう散らしながら細かく動きながらとは思ってやったんですけど、自分としてはあんまりこううまくフェイントはかけれた感じはないですね。はい、斉藤選手、はい、あの元々ね、その、うん、ライジンの選手ではありますけど、うんうん、もし斉藤選手が K-1 という舞台にいたとしたら、はい、どんな選手。いやまあね、生意気ですけど本当あのキックルールでも通用するようなテクニックの持ち主だと思いますし、ね、まあ、でも実際やっぱ総合の選手なんで、あの立ち合いの中からあの細かいフェイントの中からもうこれ来られたらもう一発アウトやろうなっていうイメージはできてます。自分がやられるイメージは、こういかれるイメージはちょっと想像つきましたね。マウント取りに行くそのポイントみたいなのは何か所かありましたか。実際の試合、ライジンの試合だとしたら、クリンチというか、まあ、クリンチも含めてタックルもそうですけど、こう組みつくチャンスは何回かあったかなと思いましたけど、でも組んでみこうやってみて体幹も強いなと思ったので、多分そんな簡単にはあの崩せないんじゃないかなっていうふうには思いました。よほどタイミングよく入らないと。はい、はい、ちょっと僕のこの目の前に2つのポイントがありますけど、これはお二方ともこのベルトを見ていかがですか。いやもうね、ちょっと少年の時の心に戻った時のようにあのちょっと写真に収めましたけど、そうですね、やっぱまあ僕が目指したのはやっぱりね、こう小さい時から見てたのが K-1 で、で今やっぱりその8チャンネル地上波でね、まあ、バリバリやってるのがライジンということで、まあ競技はやっぱり違いますけど、まあ、お互いのその競技のトップの、チャンピオンベルトだと思うんで、こうして日本並べられてそのチャンピオンと、対談させていただけるっていうのはすごい感慨深いも僕は感じますね。はい、K-1 のベルトいかがですか。さっき持ってみたんですけど、ライジンのベルトよりも K-1 のベルトの方が重さを感じてですね、あの重量的にも。なんかこう、なんですかね、僕キックの選手とあの YouTube でコラボするのって初めてなんですけど、うん、初めてがあのまさか山崎選手、現役チャンピオン、すごい光栄なことで、なかなかこういう絵もあのベルト並んだ絵とかっていうのも撮れないと思うんで、一発目で山崎選手本当に嬉しいです。いや本当ありがとうございます。そう言っていただけたら本当にすごい嬉しいんで、ありがとうございます。まあ、実は、はい、あのまあ、正直僕その朝倉未来選手と試合されるまでは正直僕総合の選手ってあんま見てなくて、あの存じ上げてなかったんですけど、あのまあそこからこの選手強い選手やなと思っていろいろ調べるようになって、まあ実は同じ87年生まれの、そうです、そうですね、僕は早生まれなんで学年は1個上になるんですけど、同級生で、さらにこの伝統派空手っていうものをバックボーンにされてて、まあ、高校時代もそうです、伝統空手やられてたんですよね。はい、そうですよね。で、まあ、そういう部分でも、まあ、やっぱり細かいところを見るとステップとか、まあ、入り方も
そのバックボーンの部分が少し垣間見えるのかなっていうところもあったんで、ここはちょっとね、なんかいいお話できるんじゃないかなと思って、そうですね、もういろいろ勉強がてら聞かせていただければいいなと思いますね。はい、はい、うん、そうですね。高校時代はもうバリバリ、そうです、僕小中野球やってたんですけど、うん、はいはいはい、野球、そうですね、はい、僕も小中野球やったんです。あ、本当ですか。はい、そうなんですよ。僕はもう中学校3年生で引退して、もう完全に気持ちがなくなって燃え尽きて、で何かやりたいなと思ってた時に、その格闘技ブームが当時来てたんで、その K1 のヘビー級のボブサップとかホーストとか、あの世代だったんで、すごいこう衝撃を受けて、何かやりたいなっていうので高校入ってから空手始めたんですけど。そうなんですね。高校からなんですね。高校ですね。はい、まあ僕こんなこと言うのはあれですけど、僕はもう5歳から始めて、はい、もう結構共通大会5連覇とかしてて、そうなんですよ。でもスポーツ特待生で、あの高校に、ね、空手特待生で入ったっていう感じで、そうなんですよね。野球はどこポジションやられてる？僕は内野手です。はい、外野手？内野手です。あ、内野手、はい、サードを守ってました、中学校の時は。ね、ちょっと体が大きくてパワフルな人がサードやるっていうのがちょっとあるあるなんで。そうですね、はい、サードで5番ぐらいですか。サードで、2番かな。あ、本当ですか、はい、小技も使えるサードでしたね、はい、グリバントとか結構やってたんで、はい、本当ですか。そんな風に見えないですけどね。セーフティーバントとか。その時は結構パワーヒッター系ですか。いや、全然僕昔細くて。あ、そうなんですね。60キロもなかったんで、当時168センチ、57キロぐらいだったんですけど、全然もう体は細かったですね。そうなんですね、うん、なんかそんな風に見えないですけどね、でも、はい、でも高校から初めて格闘技にこううまくスライドできましたね、すごいですね。まあ、なんかそういうブームに乗っかって自分もなんかできたらなっていうのがあったんですけど、まだでも、はい、K1 のヘビー級の競技と伝統派空手の競技って寸止めだったりとかして、また違う。そうですね、全然ルールが違って、結構ルールの縛りがあるなと思いながらやってたんですけど、高校の空手はプライドとかもずっと見てたんで、もっとこう自由にやれたらいいのになって思いながら空手やってましたね。で、レスリングとか学ばれて総合格闘技。そうですね、高校卒業して、総合格闘技の方に移行して、で、本格的に MMA をやるようになったという流れですね。はい、地元は秋田県ですよね。そうです。何歳の時に出てこられたんですか。18で秋田出て、就職で、22歳で東京に上京してきました。はい、きっかけは就職やったんですね。そうですね、はい、就職でこっちに来てプロに上がったような感じですね。はい、今はちなみに1本ですか。今は僕結構いろんなことやってて。あ、そうなんですか。はい、昔から勤めてる会社も勤めながら、ほとんどもう行けてないですけど。あ、そうなんですね。はい、でもそれは会社的にはやっぱりブランディングとして OK みたいな。そうです、なんか結構応援してくれるというか、休みも取っていいとか、はい、いや、ほとんど行けてないとかって、ね、すごい会社っすね。まあ会場にも来てくれたりとかするんで。なるほど、はい、すごい応援してくれてますね。ありがたいですよね、はい、じゃあ結構やり手なビジネスマンタイプの。どうなんでしょう。、はい、まあ、いろいろ手広くやってます。いや、絶対ね、はい、格闘技だけできるやってる選手より手広くやっぱり2と3と終える選手の方は僕はやっぱりリスペクト持って見てるんで、うん、あ、本当ですか。なんかね、素晴らしいですね。ありがとうございます。すいません。でも本当あれですもんね、まあ、僕ばっかり聞いてあれですけど、はい、そのライジンに参戦されて2戦目で、はい、そうですね、チャンピオンになられたじゃないですか。やっぱりガラッと世界が変わりました。いやー、まあそうですね、タイトルマッチについてはその巡り合わせが良かったというか、相手が朝倉選手だったんで、はい、そういうなんかこう、まあ、ありましたね、注目度、はい、同じ階級 でちょうど同じ時代に戦ってるっていうのがあって、朝倉選手の試合に決まってからは結構こう、はい、周りがざわざわし始めたというか。そうですよね、はい、まあ、僕でいうところの安保選手が結構 YouTube でバズり始めてたところで僕が勝利したっていう話題性もあって、多分斉藤選手も朝倉未来選手が、はい、YouTube でバズり始めてて、うん、こう勝利されたっていう部分でやっぱり大きい話題を呼んだっていうのはきっとあると思うんですけどね。そうですね、なんかこう世間がこう、はい、わざわざしたのを感じましたね。
いろいろこう。でもね、一勝はやっぱり地上波でもあって、相手も相手ですし、注目度も高いし、話題性もやっぱありましたもんね。そうですね。大阪まで行って試合した甲斐があったなと思ってます。いやいや、はい、それはでももうここでやれって言われたら僕らはやるしかないですからね。そうですね、はい、いやでもやっぱりこっちの方もだいぶガッと。こっちの方ですか。はい、まあそうですね。金銭事情は、うん、僕あんまり物欲ないんであんまりこう変わらないですけど。あ、そうですか、はい、でもやっぱスポンサーさんとかも使わせてくださいみたいな。そうですね、ありがたいお話も何件かいただいて、はい、いや格闘技は夢ありますね。うん、もっとこうな今年格闘技集中できるような環境が、ね、はい、ちょっとずつ整ってるんで。やっぱりスポンサーさんがねこうついてくださるっていうのは、うん、その格闘技に集中するための環境を作っていただくみたいなことですもんね。そうですね、はい、こうなんか正し肥やしをね私腹を肥やすような、うん、あの協賛の形っていうわけじゃないんで、はい、やっぱねこう斉藤選手みたいな格闘技に対する情熱点がね環境を整えるっていう意味ではやっぱりみんなその辺はね一緒なんですね、はい、なんか理解していただいている方にこう協力していただくっていうのはものすごくこうありがたいことで。そうですよね、はい、本当になんかこう武器を手にしたような感じになりますよね。なんか強くなりますよね、はい、どんどん強くなる練習かけて、どんどんでも上がってきますからね、はい、ありがたい話です。はい、僕本当に山崎選手の大ファンなんで。いやそれおっしゃってくださってて本当にあれですよ、クラッシュ あのリーグ戦の時から僕見てますから、はい、マジですか、はい、2012年とか覚えてますもん。マジですか、はい、あの総当たりのやつですよ、ね、はいはいはい、はい、そこからずっとこう試合続けてたのも。あ、マジですか、見てきてるんで時系列で。ありがとうございます。斉藤選手にとって その山崎秀明の魅力っていうのは何になりますか。いやもう一言に金取れる試合するなっていうことに尽きますね。お金払ってでも見たい、会場で見たいって思うような選手だし、そういう試合ですよね。やっぱり相手を叩きのめす、相手を沈めるっていうあのスタイルは本当にあの K1、 今の K1 を体現してるんじゃないですか、山崎選手が。見てて面白いですよね、試合が。そう言われてますよね。いやー、まあ、素直にね、こう、まあ、団体は違いますけど、やっぱりそのチャンピオンに評価していただけるっていうのは、まあ、嬉しいですしね。もう、うん、まあ、嬉しいにつきますね、はい。まあ、ありがたいというか、格闘技やってる中でこれ誰に一番褒められて嬉しいかっていうと、うん、やっぱりそのプロの格闘技の、まあ、チャンピオンだったりとか同じ格闘家に評価してもらえるっていうのは格闘家としてすごいありがたいことで、すごい喜ばしいことなんで、うん、まあ、素直に本当に嬉しいというかね、うん、やっててよかったなって思える瞬間ですよね。ありがとうございます。ちょっと私からの、はい、未来のことも少し聞きたいなと思いまして、はい、今チャンピオンになられたじゃないですか、はい、なんか今の目標であったり、まあ、こういうことを成し遂げたいんだみたいなことってありますか。僕の階級でいうと、まあ、予定の話なんですけど、フェザー級のワールドグランプリみたいなものをやるその構想が、まあ、今予定であるみたいで、まあ、その日本の選手だけじゃなくて各国からこう集めて、まあ、結構チャンピオンクラスの選手を、他団体の選手を集めてやるっていう構想があるので、まあ、今こういう状況ではあるのでちょっと難しい話っていうのあるんですけど、そういう団体のトップクラスが集まって一番を決めるっていうトーナメントがあるんだったら、そこに出て優勝したいっていうのがありますね。でもやっぱ世界大会というか、ワールドグランプリっていう風な、うん、こう今後やっぱりコロナ収まるにつれて形になってくると思うんで、まあ、自分も実際こう斉藤選手とかね、まあ、朝倉選手もおられるでしょうし、その中でのワールド大会、世界大会は見たいなっていう風に素直に思うし、まあ、自分としてもねこう、まあ、ワールド K1 ワールドグランプリって歌ってるぐらいなんで、こう世界の選手もどんどん入ってくると思うんで、うん、うん、まあこの一回こう対峙させてもらった選手がどうこう世界の強豪相手に試合されるのかっていうのもやっぱり見方がもう全然変わってくるんで、一回コラボさせていただいた方の選手というのは、はい、まあ、変な話すごいこう感情移入しちゃうというか、応援する側になって見入ってしまうという感情になるんで、うん、うん、楽しみですね、見たいですね、もう一ファンですね。
会場来てほしいですよね。いや、あのライジンの会場に来ますよ、はい、それは。普段は何キロぐらいあるんですか。すごいやっぱ今は、練習終わって73.5とかなんで。あ、そうなんですね。75キロはないですね、普段。74から5の間です。でもやっぱ結構肩とかやっぱり、まあね、それはもう総合の選手は寝技やられるんで、はい、でかいのは当たり前なんですけど、でも中でもでかいですよね。そうです、組み技かっちりやってるんで、首太いとはよく言われます。いや、太いですよね、はい、もうなんかザもう総合格闘家っていう耳とかも、ね、あのそうね、こうなってるんで、はい、普通街で寄ってこないでしょ、喧嘩出ないでしょ。まあ、あの端っこの方歩いてますから、はい、目立たないようにしてるんで、はい、そういうところも最高です。まあ、この後、斉藤選手のチャンネルの方で、はい、対談と、まあ、その後プラスアルファなんかあるかもわかんないですけど、うん、ちょっと楽しみにしていただければと思いますので、はい、僕の方のチャンネルではこんな感じで、はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。またちょっと注目させていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。